足利義治は、室町時代後期の室町幕府第12代将軍。第11代将軍、足利義澄の長男。母は、日野栄春の娘で、日野富子の名とされるが、栄春娘は、英少2年に義澄と離縁しているため、義治の聖母としては、疑問が残る。これに対して、将軍家で、小松を務めていた、阿田たえという女性が母親であったとする説もあり。 母親の身分が低くて、記録に残さなかった可能性も高い。足利義春像西国最大の大名、大内義沖に要された前将軍、足利義種が上落した煽りを受け、父の義純は将軍職を解任され、大江の六角高頼を頼って落ち延びていた。その最中の永翔八年三月五日に、義純の長男が目を丸として、 大見国家盲群水清岡山城で生まれた。しかし、同年8月14日、父は、気楽を果たせずに、同地で死去している。誕生直後に、亀大丸は吉住派であった張りま護赤松吉村の下に送られて日後下で養育された。永昇10年2月14日には、吉種陣営と吉住陣営の和睦により、吉種の将軍職が確定した。 なお、吉春は、吉種の養子になったとする資料もある。ところが、県縁の中である備前守護大、浦上村宗への犯行を目論む、赤松吉村によって、名目上の旗頭に担ぎ出されてしまったばかりか、あろうことか、永賞18年1月には敗戦。この敗戦の攻めにより、吉村が強制隠居へ追い込まれたせいで、亀尾丸の身柄は、浦上市に渡ってしまった。 細川高国像栄翔18年3月7日、官僚細川高国と対立した吉種が京都を出本したことで、同月22日に行われた、五柏原天皇の即位式に出資しなかったために、高国が警護の職務を行った。これによって、天皇の信任を失った、吉種の放築を決意した高国によって、遊戯を通じる、浦上村旨の元にいる亀大丸は、 代わりの将軍として招かれることになる。7月6日、亀大丸は、針馬から3万人の友勢を引き連れて上落し、高国の艦隊を受けた。その後、仮の御所として、状況の岩住海に入った。7月26日、亀大丸は学習開始の儀式、読紙を行い、28日には、朝廷から高国と東傍城和町によって考えられた。 吉原の名を与えられ、十五位下に除された。八月九日、玄服前の儀式である黒土場を行い、戒元を挟んで、大英元年八月二十九日には大理へ、大死の参画を行った。また、他国の判断を受け入れた朝廷からは、十一月二十五日に、正五位下、左馬頭に任せられた。十二月二十四日、 吉春は新たに御所と定められた三条御所に移り、元服を行った。元服は、足利義政の古日に則っ,って行われ、高国が加官役を務めた。翌25日、朝廷から正位大将軍に部任され、第十二大将軍となった。また、同日に政務を取り始めるための儀式、さ汰し、表情し、藩、はじめが取り行われた。とはいえ、 11歳の吉春には、実際の政務を行うには未熟で、細川高国や、万所出自の伊勢定忠だ、飯川国信や大田秩序京に代表される吉住を、支持していた幕臣、張リ国に所領を持つ、奉公衆、三淵春院の姉で大漢詩の幼女ともされる、助子コ局らが、政務の運営に当たった。足利義綱大栄6年、高国が、 家臣の香西元森を殺害して、細川氏で内紛が起こると、高国と対立していた、細川六郎は、三好元長の援助を受けて、吉春の弟、足利義綱を擁立して高国と戦う。さらに、元森を殺したことで元森の兄弟、旗の元清や柳本賢治らが高国から離反し、大英7年2月に桂川の戦いで、高国が敗れると、 実験を掌握した、阿波の国人、三好元長や細川六郎らが入居。吉春は、高国や武田元光を伴い、大海に逃れた。もっとも、この間にも、六郎と吉春の間で交渉が行われており、10月には、吉春が京都に帰還し、翌年1月には、三好元長が、吉春が滞在していた当時を訪問して、吉春と面会している。 ところが、協力元年に入ると状況が悪化し、吉原は、くつき熱綱を頼って急木に落ち延び、若さの武田元光らの軍事力を背景に、三好元ながらが擁立した堺久保を、足利義綱と対立した。しかし、六郎側の工作で義綱側に願える幕臣もいた。ただし、奉公衆、武行衆、女房衆、 実婚区下衆など幕府を支えた人々の多くは、朽ち木に従い、朝廷も、協力3年に、吉治を県大納言に昇進させ、地方の大名も、吉治との関係を維持していた。そして、協力4年、高国は、中島の戦い及び、大物崩れで敗れて自害する。創日寺演義絵巻戦後、今度は、六郎とも永長が対立、天文元年に、 元長が六郎と手を組んだ一向一揆によって撃たれた後、京都より、大海の観音寺城山六宗実寺境内に約三年にわたり幕府を移す。それは、朽木の時とは違い、奉公衆、武行衆を引き連れた本格的な幕府の移転であった。また、この頃、吉原は宗実寺縁木絵巻の作成を三条にし下たかと、土佐光重に依頼しているが、 京都を離れていても、京都と強いつながりを持っていたのは、この頃の吉春の強みでもあった。また、協力、天文の改元を行う際に改元を要請する、武家失踪とそのための費用検上を行ったのは、吉春であった。そして、足利義綱を強く支持した大名は、細川春元のみで、他に関係を持ったのは、 畑山義孝と大内義孝及び石棺家の九条種道くらいで、細川氏の家臣の中でも、柳本賢治や松井宗信のように、吉春との和解を主張する者もいた。そして、何よりも義綱は、細川春元が、京都の実権を握った後も、治安の悪化によって上洛できなかったために、吉春を解任して、将軍宣言を受けることができなかったのが、彼が、 堺井久保に泊まって、中央政権になり得なかった最大の要因であった。細川春元天文3年中には、六角貞より、吉方不死の講演を得て六郎と和解し、9月に帰京した。また、この直前の6月に、この江名通りの娘を妻に迎えた。この婚姻の背景として、小通の性質の実家である徳大寺家と細川高国が、遠赤関係にあり、 他国の仲介で婚約が成立し、大物崩れ後も足利将軍家とこの家の利害の一致からそのまま婚姻が実行されたという。また、小通の娘が将軍の五代所としては、日野富子以来となる男子を設けたことは、血縁的な後ろ盾が乏しかった義原にとっては大きな力となった。ただし、この頃の義原は体調を崩していたらしく、 天文3年の前半にはほとんど政務活動が停止していたほか、天文5年8月には将軍職を嫡男の菊道丸に譲る意向を示した。その際に菊道丸に代わって、く時を行う、年寄り衆を指名している。その後、吉原は引退を撤回したが、その8名の年寄り衆は、後に内断衆と呼ばれて、吉原政権の政権運営を支える。 側近集団となった。なお、天文4年に長年かなを名乗り続けてきた、細川六郎が吉春の変記を受けて、細川春元と名乗り、天文6年には、六角定頼の勇士を妻に迎えた。当時、京都に出資していた大名は、春元と同族の細川元常しかおらず、大見在国の定頼を加えた、この三人と吉春の協調のもとで一時的な、 安定を迎えることになる。その後、天文10年10月に、細川春元と、木沢長政が対立すると、吉春は、双方の支援要請を断ったが、最終的には晴れ元側として、大海坂本に逃れ、翌天文11年の太平寺の戦いで、長政が戦死すると、その首は、吉春の下に送られている。これを受けて三月に、京都に帰還して、 新しい御所の造営に着手した。また、天文十二年には、細川氏綱が、春元打倒の兵を挙げるも、吉春は、春元氏示の姿勢を変えなかった。六角定より三吉町系と造所が、天文十五年に入って、畠山政国が、細川氏綱方につくと戦況が変わり、九月には、春元は、丹波国に落ち延び、吉春は、 京都郊外の東山自称寺に入った。一方、畠山政国の重臣である、湯座長京は密かに死者を吉原に派遣して、うじ内の指示を求めた。春元の苦境を見た吉原は春元を排斥しようと、画策する。しかし、春元の重心三好長兄の弟である、三好十九や、畠冬康氏らが四国から軍勢を率いて都会し、上落すると一気に、 形成は不利になり、11月に北白川の宇流山城に入城した者の春元と対立して敗れ、大見坂本に避難した。この時の12月19日に着南菊道丸を元服させて、吉藤と名乗らせ、翌20日には吉輝に将軍職を譲った。ところが、この際に2つの大きな出来事が発生している。一つは、 当時の室町幕府の官令では将軍、または後継者が元服する際には、父である将軍か官僚が、えぼし親を務めることになっており、近年の研究では官僚の常設はなくなったとされている、戦国期の室町幕府においても、元服の際には官僚の任命が行われていた。ところが、吉春は三官令の家ではない六角左大よりを官僚代に任じて、 よしのエボシ親としたのである。これは、当時、春元も宇ジ津名も大ー坂本に駆けつけられる情勢になかったことに加え、春元とヨシハルの関係が悪化し、宇ジ津名に対しては、春元の衆トである、六角貞頼が抵抗したため、最終的にはヨシハルを庇護する貞頼への配慮から、彼をエボシ親に認じる選択をした、考えられている。 なお、当時の坂本には貞よりだけではなく、宇治綱派の湯座長卿もおり、宇治綱を江戸し親にすべく画策していたが、春元派の六角貞よりが江戸し親となったため、義輝の元服の儀には欠席し、翌日の将軍宣言の儀に畑山聖国の名しとして参列している。もう一つは義春自身が右この江大将に昇進していることである。足利将軍は、 将軍在任中に、県大納言と、右この絵大将を兼務してから内大臣に昇進する、ことを慣例としていたが、その地位は不安定であった。吉種、ね、吉住はともかく、吉春は、将軍と、県大納言の地位にあってから久しく経つにもかかわらず、一向に、右この絵大将就任の意向を示さなかった。ところが、吉春が突然将軍職を幼い吉テに譲る、ことを知った。 小奈ら天皇やこの絵種家は、吉春がこのまま政務や京都警護の任を放棄することを憂慮した。そこで、引き止めの意図を含めて、吉照の将軍宣言の翌日に、吉春を右この江大将に急遽任じたのである。もっとも、吉春自身は官位への関心を示すことなく、翌天文16年1月26日に吉照と共に民間の保霊の三大をしているものの、 歓迎であった大正廃画の儀式もその後の内大臣任命もなかった。以後は大御所として幼少の吉照の後見人となり、吉照と共に自称寺に帰った。天文16年3月29日、う生山城に入って、宇治津になおも味方することを表明する。しかし吉春方だった六角貞頼が離反して、春元に味方し、 摂津でも、吉春法の薬師寺元久紗良諸将が春元に降伏した。7月12日、細川六角連合軍が、ウリ山城を攻撃し、吉春は7月19日に城を焼いて、大江坂本に逃走した。その後、春元とは僕してヨシテと共に潤う,う7月1日に、京都に戻った。六角定よりはウリ山城攻撃中の7月15日に、 密かに義春に使者を送って春元との和平の仲介を行っている。貞頼は義春の支援者であると同時に春元の仕事でもあり、義春による晴れ元モキリスでは容認できなかったと考えられている。足利将軍の一貫した支持者であると同時に、六角氏と春元との同盟を堅持する貞頼の存在は義春の逮捕曽川慶長屋の方針を拘束することになり、 細川氏綱や後の三好長兄が細川晴元と敵対することで本人の意志と関わりなく足利将軍とも敵対せざるを得なくなってしまう構造となったのである。天文18年には春元と三好長兄が三好政長の諸遇をめぐって対立した。この際、吉春は春元に協力したため6月に政長が戦死して春元が敗れると吉春は 吉輝や春元、この絵種家と共に、大見急牧国に逃れた。吉春は、京都を脱回するため、10月18日に、自称寺の裏山の地蔵さんに、中尾城の築城を開始した。しかしこの頃から、病がちになり、天文19年3月7日には坂本からあの尾に移動したが、病が重くなって動けなくなった。そして5月4日、あの尾にて死去した。 去年40、死因は悪性の水種だったという。ただし、病気を苦にして自害したとする説もある。足利義春木造、義の字、晴れの字身札しほかに関してはもともと晴れの字を代々用いる家柄であるため上に含めない。弟の義綱の方が少年が早いともされる。ただし、本郷光康安は要求会事件で失脚して、 その後内断衆に復帰できなかったと見られ、またくつきた熱なも所領である、大見旧墨にいることが多く、最終的には六名体制になったとみられる。全民の右この江大将は、種芸の息子の晴れつであったため、種芸の命で辞任させている。大見が貞頼の両国のため、表面上は、春元、貞頼らを斜面という名目の下で、京都に戻った。春末の弟は、 1537年に、加賀国にある所領に入るため、現地に下ったところ、餅月棒というものに殺害されたという。同地は、加賀の一向一揆の影響により一文集による、当地が敷かれており、これによるものであるという。詳細はこちらを参照。ありがとうございます。